皆さんおはこんばんにちは。ニコライ・ボルコフです。今回は8月9日に行われた会の余興のリプレイをお届けします。今回の余興は英語禁止です。横文字を使ったら即釣られます。勝手に死んでいくため、インポスターが一人の設定になっています。とはいえ1対9は嫌だからインポスターは嫌だなぁ、とか言ってたらインポスターでした。あやや、とりあえず会議を起こさなきゃ英語言っての自滅もクソもないので、積極的にやって会議を起こしていきましょう。いっそ死体がバレやすい場所とかの方がいいかも、というわけでごちゃごちゃ殺し、そしてそのまま通報せず放置。国近殿が死んでおられるぞ。これ通報したくなかった。犬宮殿、どこで死体を見つけられた？武器室の椅子の裏で、国近殿が死んでおられた。これは南蛮の者の仕業じゃ。我撃ち落とす仕事をしておったぞ。わしも隕石を撃破しておったぞ。めちゃくちゃ容疑者が多いでござるな。これは、ごちゃごちゃ殺しでござるな。そういうことでござったか。だけんなにがしと先行男と、あともう一人か、二人いたと思うんですけど、大体縫いました。ニコライもおったぞ。少し上の方に離れておったが、我もおったぞ。部屋の上で、別の仕事をやっていました。これは、乱世じゃのう。まさに群雄割拠よ。ああ、なるほど。ちなみに、死体見つけてから、しばらく誰も通報しない状態だったんですけど、仕事に夢中になっていたでござる。わしには見えなかったのじゃ。通報ボタンか。今なんと申した。南蛮の者がいるでござるな。腹をきれい。潔く説得せよ。解釈いたす。まさか南蛮の者が紛れておったとは。意図恐ろし。もしや我らの中にさらに南蛮の者が紛れているのではないか。これは許せん。拙者が切り捨ててくれよう。好きあり。キサラギ殿、切り捨てごめん。む、何事？ラギデンが死んでおられる。まあそれはいいとして、先ほどの武器室の話なのじゃが、隕石を撃ち落としていたと言っていた打剣殿と先行男殿、仕事中でも周りは見えますぞ。岩に夢中でござった。ほぼ裏が透けて見えるのに。仕事に夢中だったんじゃ、しょうがないであろう。としても二人いるのでござるからして、南蛮の者は今回一人でござろう。それよりもラギ殿の死について伺いたいか。ラギ殿を見た者はおらぬか。拙者、ラギ殿が原子炉に向かって行ったのは見たでござる。ただ、死体の場所がわからぬゆえ。どうしようもござらぬな。とりあえず、打剣殿か先行男殿を釣りたいのじゃが。それは早計ではござらぬか。よもや死体隠しではござらぬな。はっはっは、そんなわけござらぬじゃろう。よもや犬宮殿、自分で通報をされたか。気を失ったか犬宮殿。よもやそんなことするわけなかろうて、二人とも椅子裏の死体に気づかぬとは面容ではないか。どちらかが嘘をついてると思われる。どちらかがくせ者じゃと。嘘などつくわけなかろうて。会議が進まないでござる。投票を飛ばすでござる。あい、わかった。仕方ないでござるね。まだこの余興を楽しみたいでござる。おまれは浜で死にました。うむ、疑心暗鬼になって同じ一門同士で争い合うとは、武士の風上にも受けぬでござるな。拙者が成敗してくれよう。うむ、多勢に無勢か。む、好きあり、切り捨てごめん。これにてさらば。すぐ発見されたら妙楽殿から怪しまれそうじゃが、他の武士に目線が向かってるゆえ、なんとかなるじゃろ。管理室でタイタヌ殿が死んでいたでござる。妙楽もそれを見つけているでござる。確かに妙楽殿も最後に来ておったのを、ちょうど南宮殿と妙楽がタイタヌ殿の死体を挟む形で見つけてそうろう。それは二人が同時に現場にたどり着いて、互いに犯行は不可能ということであったということか。いや、犬宮の方が先にいたでござる。犬宮殿は管理室の奥の方から来たでござる。
それはベント。あ、血のでござる。いや、ミスった。ミスった。クソ、ミスった。ベントタスクのタスクの部分を気をつけようとしたらミスった。ちなみに私は白社長。私は無実じゃ。無実だとしても、貴様は局中法度を破った。腹を切れい。ベントは漢字で書くのじゃ。もしや、弁当のことを言っておったのかの。よしよし、拙者全く容疑者に入ってないでござる。あと3人殺せば勝利でござる。いやー、案外一人でもいけそうでござるなー。ただ一人だと緊急仕事も一人で操作しなきゃいけないのがめんどくさいでござるな。やろうとしたら止まっちゃうから怪しまれるでござる。原子炉に人を集めてそこで殺すでござる。人が集まったところで殺すことで、他の人が犯人っぽく見せれることを期待でござる。ここじゃ、打剣殿、お命頂戴いたす。うおおおお、殺し押し装置を押せなかったでござる。これは大ピンチでござる。まずいでござる。まずいでござる。絶対疑われたでござる。打剣殿を口封じするしかないが、一人にならないでござる。こうなったら医務室で誰か来ないか待ち伏せするでござる。お、妙楽殿が来たでござる。切り捨てごめん、あ。出会えであれ、ニコライ殿が殺しておったぞ。よもやこれまで、自生の句を。おう、見合ってないでいす。感謝いたす。のう、私切るなんて全然してません。何番のもの切り捨てるべし。皆さんの誤解でいすだけんボーイ、違いまーす。おもちゃの国に送ってやるでござる。見は違いまーす。信じてください。トラストミー、トラストミーでござる。来世で会おうでござる。ちょっと二人同時に入ってくるのは聞いてません。アンビリバボー、グッバイ。ニコライさんは諦めが早いな。潔し。